はい、皆さんこんにちは、ちでございます。玄徳さんで三国志14やっていきたいと思いますよ。もうね、本当にもうもう本当大変だこれ。いい人いないなあ。遠京さんいるのか。輸送に特化した人ね、ここの都督なんですけど今どっか出ちゃってるんでね。あ、涼花さんね。でも涼花さんやることあるんだよね。あ、関与さん空いてんのか。涼花さんでお願いしちゃいましょうかね。1万持ってきて、もうお願いします。もう、うん。で、兵糧ちょっと持ってきてもらいましょうか。2万。お金もちょっと、はい、行ってくる。この人だいぶ遠回りしちゃったね。で、これはこうだね。もうこれでも取ったから、この人今度こっち行かそうか。やるとしよう。で、内政で、地域内政で、おや、孤狼館入ってない。まあでもここを、あ、そうだ、加工商さんいいね。で、何がいいって言ってんの、あんた。あ、金収入ね。そんなことよりも治安だと思うんだけどね。まあでもいいか。で、あと、孤狼館ね。孤狼館は、芝生さんでもいっちゃいいんだね。あ、流氷さんにしとこう。あ、かきさんいたけどね。かきさんめちゃくちゃいいんだけど。あ、まあこれでいいでしょう。さあ、あとは、孤狼館に人一人連れてきてたね。出そうか。あら、孤狼館人ついてない。え、おや、孤狼館誰今、誰、あれ、誰か私孤狼館に連れてきたよね。いやいやいや、そんなもんじゃない。関所情報。うん、義職さんいるんだけど、まさかの、義職さん出れないや。あー、もう一人呼んどっか。誰、李芳さん。あ、それだったら家臣さん、この人の方がいいね。行ってくる。はい、どうぞお願いします。張飛の兵が増えるんだよね。いや、もうどれも三方向相手に戦ってんだよね今ね。ここどんどんできないかい。これが効いたらもうめっちゃ楽しいんだけどね。ああ、霊廟、ああ、ダメだわ。将棋家さんいけるかい。本当かいな。いける、言ってるけどね。まあお願い。何票が変わったらね、むちゃくちゃ大きいけどね。さあ行きましょう。こっちはまあ大丈夫かな。うまくいった。はい、任務は成功だ。はいはいはい、吉報だ。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あとは、ああ、やっぱ帰ってきた。使者がお待ちです。はい、はい、こっち来るの。おお、来ました。また出さないといけないじゃない。わわ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 、そうなるか。おお、一体めちゃくちゃ痛いね。こうしよう。中継でこうしちゃおう。やるとしよう。で、その中でも足の速いあなた。足の速いあなたは
こを抜けようかな。いや突っ込んできたね。でちょっと待ってね。あーそこじゃない。まさか出てくるとは。もう一回しないといけない。よいしょ。で出陣ね。いやー、はい、賞金さん、陣球さん、カキさんで、もう一度4000で、あ違う、よくやるんでこれ待ちミスるんですよね。やばいやばい。あっちで決めたら残りの2人が1000で出ちゃうんで、よくやるんですよね。で陳球さんが先ほどもこのフォーメーションは崩さない。進軍なぜか陳球さんが進軍しない。で賞金さんは、賞金はこっちにしよっか。進軍で柿さんはこっちに進軍。これでいいんだよね。よし、これでいいよ。あ、4000減らされたのは痛いなこれ。でこうだね。こっちでも落として、あ落ちないな、時間かかるね。カウニーさん軍神使っちゃおう。おろ人が減った、よくわかんないね。でもうこっちも早く落としちゃおうよと。あ、いやちょっと待ってね、先に決済見とかないと。あー兵増やそうという動きがないわ。はい、で、じゃあ出しましょう。家臣さんだけでいいかな。わあ奉仕になっちゃうのか。義職さんは二人出そうか。いや、やめておこう。うん。攻撃ね。出陣だ。あとどれくらい？ああまだこんなに残ってるか。返そうかな。返して充電してまた来よっか。これは進軍こうしましょうか。でカウニーさんこっち行こっか。で劉備先生前に出よう。でこれ大丈夫かな。もう今更だけど心配になってきちゃった。もう行ったよね。うん、もうやるしかありません。はい、ちょっと次軍神入れないといけないからね。うまくいった。はい、うまくいった。はい、軍神出ないかい。はい、揺さぶることには成功しましたと。失敗したんだね要はね。あ、巨長さんダメだ、撤退しない。使者がお待ちです。何言ってきてんの。いや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 、もう拒否だよ、もう返さない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 。もうお、ちょっと待って、軍神来たよ、軍神来たんだけど。あ、軍神来たんだけどもあれか、ほいほいを連れてきました。おお、あー無理ね、いいよいいよ。よし、軍神、あ使えなかった。今度は勝敗で病気か。聞いてください、軍神使おうとしたんだけどね。あ、巨人先生捕まっちゃった、芝居さん解放されちゃったね。捕まったかどうかは分かんないけど、あとどんなもん。6350、あー観念さんが気を吐いてくれてね。これきっと長領さんも逃げないね、きっと逃げらんないね。宴会、あー誰も兵を足そうという動きがないので、はい交換隊で、はい炎症軍の心配さんのあれを削いでと。
あ、帰ってた帰ってた帰ってったけど帰ってったけど、あーこれがいるんだね、スピード速いのが。スピード速いのがいるからちょっとこれはまずいな。で出てきてないね。内政、地域内政でこれだったら厳しいかな。この人ここに進軍させて、こう生かそうか。かひょっとするとあれになっちゃうけどね、下手するとこいつしちゃうんで支援に回りましょうか。うん、やっぱそうだね、そういう感じだね。5700人、あーちょっとこっちが苦しいね。こっちが苦しいので出陣しましょう。義職さん、あ、これと奉仕しか持ってないのか、やばい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 。最大落ちないかな。この人ちょっと撤退させましょうか。うーたで、巨長先生まさかの捕まってない、ちょっと心配だね。あら、公有軍が公有軍が我々のとこ来てるね。これは、あ、兵士1000で来てんだね。ちょっとごめんなさい。軍団新設しちゃいましょう。新設でこことこことここで1部隊作っちゃいましょう。で、あー主幹さんか、あ、法政さんにしましょう。軍師なんだけど一緒にいないんだね。で、とりあえず次軍神使っていくとして、もう兵が足りないんだね兵が足りないな。さあ、多分長領さんもこれもう逃げれないからね、多分逃げないからね。さあ行きましょう。はい、はい、はい、すぐ軍神使いましょうよ。おい、おい、あー逃げれなかった。おい、あ、捕獲されなかったね、よかった。おー出てきた。あー、どうしよう。あー軍神使っちゃいましょう、とりあえずね。はい、あ、どうしようって、もう無理なんだ。あ、どうなるんだろう。あ、倒した倒した。おい、何、おい、いやもうダメですよ、もう今もうやり合ってんだから。あ、でも1022人まで減ってるんで、いやー本当にあんた有効する気ある、こっち攻めてきとってね。聞いてください。はい、聞きますよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、また来たな。
あ、劉備三兄弟は大丈夫だね。こっち行っちゃいましょう、進軍で。で、彼らだ。あ、また来た？おう。よし、突っ切ろう。あ、そっか、この人黙ってらんないんだ。黙ってらんないんだ、この人。いや、もう我々はここでひたすら我慢の子です。うん、そうだ、この人黙ってらんない人なんだよね。あんま仕方がない、牛を取っときましょう。で、兵が入ってくるから、おや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 、あー、長龍さん帰ってきたけど、巨鳥隊が多分捕まってんですよね。早く落とさないと。で、これだね、足止め。ああ、カウン隊か。カウン隊は別にいらないっちゃいらないんだよね。ああ、カコートンさん出てきたの、カコートンさん出てきたのか。カウンターにはいないんだよね。どちらかというとこっちに。あ、でもあと677、落ちるかもわかんないね。どちらかというとね、こっちの士気を上げたいんだけど、もう言っちゃ悪いけど、ろくなあれがないな。ろくなあれがないな。さあ、じゃあ行きましょうか。ここ都市内地入ってる？入ってんだね。全然兵が増えない気がしてたんですけど、うん、あと600だから落としきれないかな。こんなものだ。はい、達成いたしました。はいはいはい、あ、落とせないかい、落とせないかい。はいはいはい、いいですよ。これ落とせなかったらショックだな。あ、落とせる、落とした。まだまだ、落として落としてお願い。落としたー、よかった。落としたわ。あー、楽に落とした、よかった。おー、ありがとう皆さん。呂布さんがいたわ。あー、これ大きい、すっごい大きい。ちょっと待って、他のとこ、あ、夜国館ね、夜国館も落としとかないとまずいけど、そうだね。あ、これでも次音、うん、きっと彼ね、潰れちゃうまでいっちゃうね。彼は間違いなく。で、うん、この2つはね、この2つは来ないな。来てももう全然やっつけれるんで。あ、また準備してるね。いいでしょう。さあ、我々はじゃあ、あ、そうだ、これまだダメなんだ。いやー、大変だった。ああ、ほんと大変だったね。はい。あ、やっと中老城になったよ。これ待ってたんですよ。ご確認ください。はい。はい。誰？私がいいかな。そうだね。もう彼らはほっといていいでしょう。我々はこっちまで進軍しましょう。分かった。で、うん、もうこれ抜けるんでね。もう抜けるんで、あ、ここ通るだけでいいんだ。ああ、
いいじゃない、落とせた。よし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 。ということはもうこっち行かなくていいかな。そのまま一気に牧羊を落としてもいい気もするね。うん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 。じゃあ我々叩き潰した方がいいんだね。伝言さんいい人なんだけどね、もう仕方がないですね。で出陣しましょう。あ、まあ出陣する前に、あ、両先生が味方になっちゃってる。とんでもないんだよね。はいはい、飛ばしますよ。あ、そうだ、となるとね、両先生ちょっと呼び寄せましょう。こっち側までちょっとね、あの彼間違いなく裏切るんで、もうあの私の手元に置いとかないと不安で仕方がない。不安で仕方がないんですよね。で内政、あー都市内政、カンネさん引き上げたいんだけどね。あ、でもカンネさん100だから置いとこっか。ちょっと待って、その前にやることた、こっち先だね。あ、でも時間来ちゃったね。いやー落葉落ちてよかった。ほんと危なかった、危なかったね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。玄徳さんで三国志14終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。